はい、えー、今日は日曜日なんですけども、8月16日、ちょっと FX のことをお話しておきましょう。明日からね、始まる新しい相場になりますんでね。で、私が考えているのは、ちょっとずらしますね。え、これ、冷やしなんですけども、冷やしてですね、私が考えているのは、こういうふうな動きを見せてるんじゃないかなってことなんですよ。こういうふうな動きね。っていうことはどういうことかっていうと、この陽線がかなりいっぱい出てるでしょで、陰線が出た後、これはまた陽線に戻るんじゃないかなと思ってるんですよ。 で、え、以前考えていた、私のね、予測は忘れてくださいよ。こちらで展開するっていうのを忘れて、もうね、こちらの展開なんですよ。一瞬の気の迷いだったんですね、ここはね。まあ、ですので、これから、106円、107円、108円の方で展開していくんじゃないかなって考えてます。で、ポイントはここですね。では、4時間の方でもうちょっと細かく見ていきましょう。 4時間足になってきましたけども、これがですね、どういう風うな形を取るかというと、これを見てくださいね。これが作用しているわけなんで、それから移動平均線も、ここからですね、下に向かうというよりも、これはね、経験しないとわかんないと思いますけども、上に向かう移動平均線のこの3本の形なんですよ。えー、ここと似たような感じですね。ここ。ここと同じような形で、ここも展開されて、 上昇に向かうんじゃないかなっていうふうに考えるんですよね。で、そうすると、ほら。右肩トレンドができるでしょこういうふうに。で、冷やしと符号するわけですよ。うん。で、もちろんね、こちらのゾーンの範囲で一旦見ないといけないですけどもね。1時間の方も見ていきましょう。1時間ね、こういうことなんだと思うんですよ。 ここに支えられてますから、こっからバウンドするんじゃないかなと。だから週明けは、こういうふうに向かうんではないかなと思いますから、明日の朝、相場が明けたと同時に倍で入ろうかなと私は思ってるんですよね。え、もちろんね、これ、リスクがありますんで、初心者の方とか中級者の方までは、ここを超えたら倍で入っていただければいいんじゃないかなと思いますけどもね。もしくはここですね。ここを超えたらでもいいと思いますよ。 ここはね、レジサボ転換しやすいんで、ここからせっかくエントリーしたのにこうなっちゃったってこともありますんでね。はい、えじゃあ今回は以上です。